ワシントンスクエアは、アメリカ合衆国オレゴン州タイガードにある、ショッピングモールである。ポートランド都市圏のオレゴン州道217号線沿いに、あり、単位面積あたり売上高は716米ドル、平方フィートと、全米指折りの水準を誇る。1973年に開業したトウモールは、現在は不動産投資信託、マセリッチカンパニーが所有し、中核店舗に、 メイシーズ、ノードストローム、JC ペニー、シアーズを構える。2008年3月には5番目の中核店舗として、リックススポーティンググッズを迎えた。1972年5月3日、当時オレゴン最大のショッピングモールを建設する計画が、ウィンマーパシフィックにより発表された。130エーカーの面積に100以上の店舗の入居を見込み、85エーカーの敷地に、 L 字型の100万平方フィートの建築物を置く開発地区である。1973年8月16日、マイヤーフランクが最初のテナントとして登場。シアーズとリップマンズが11月に入居し、続いてリバティハウスとノードストロームが1974年夏季にオープンした。モール本体は1974年2月21日に開業した。 モール西側、拡張前の1988年に撮影。1979年、フレデリックネルソンズが、リップマンズを買収し名称を変更。1980年には、マービンズが当初リバティハウスが入居していたスペースを継承した。もともと、ワシントンスクエアがあった場所はビーバートン、タイガード、ポートランド近郊に位置する非法人地域であったが、 1986年、三市の間でこの地区をめぐって領有権紛争が勃発した。その結果、タイガードがワシントンスクエアの地域をリンカーンセンターやエンパシースイートホテル等と共に併合する権利を勝ち得た。フレデリックネルソンズが1991年1月に破産し閉店するとノードストロームが基地となった同志基地を取得し、すでに ワシントンスクエアに持っていた同社店舗の拡大に乗り出した。そうして完成した新しいノードストロームが1994年に開店。もともとあったノードストロームはモール本体が取得し、当時進行中だったモール回収の一環として、フードコードや新たな小売スペースとして改造した。ワシントンスクエアは1990年半ばまでに単位面積あたり売上高が、 全米トップ10%に入るまでに成長した。1998年12月、シアトル日本社を置く保険会社政府庫がワシントンスクエアを売却し、これをマセリッチ、カンパニーとウンタリオ教員年金基金が取得した。売却当時、ワシントンスクエアは、西海岸有数の単位面積あたり売上高を有するモールとして、500米ドル、平方フィートに到達。 不動産投資信託のマセリッチカンパニーが、この不動産の管理を継承した。2005年、マセリッチは10万平方フィートの規模の増築を行い、チーズケーキファクトリー、セフォラ、ルーシーアクティブウェア、ゴディバショコラティエ、ウィリアムズソノマなど30以上の店舗を新たに迎え入れた。またこの時、モール全体に改修工事が行われ、2つの新たな駐車場が建設された。 2005年11月、マービンズが閉店し、敷地は、モール本体に売却された。2008年3月、マービンズがあった敷地に新たに、リックススポーティンググッズが入居した。2011年2月、スウェーデンの医療品小売りである H&M が、ワシントンスクエアに開店。オレゴン州内で2番目の店舗となった。現在、ワシントンスクエアには5つの百貨店、店舗、 170の専門店及びレストラン、そしてフードコードが入居している。その一部はワシントンスクエア2と呼ばれる屋外型プラザにある。モールのほとんどは1階部分にあるが、中核店舗に関しては複数階にまたがり、またフードコードは2階に位置している。2005年の拡張工事では将来的に2階部分を拡張できるような仕組みで建設が行われた。 ポートランド都市圏で公共交通機関を運営するトライメットはトーマオル資金にワシントンスクエアトランジットセンター駅を所有している。2005年拡張部分の内観ウィキメディアコモンズにはワシントンスクエアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。